時は幕末、尊王攘夷運動により京の治安は日増しに悪化していった。それに対し幕府は会津藩主松平容保を京都守護職に任じ、治安維持強化を図ろうとする。一方、近藤勇率いる紫衛官一派はそんな時流を巧みに利用し、会津藩預かりのもと新選組を結成。攘夷の名を借りて悪行の限りを尽くす不逞浪士を誅殺していくのだった。だが皮肉にも不逞浪士に引けを取らない悪党が体内に存在し、近藤らの頭を悩ましつつあった。その男の名は芹沢鴨。水戸天狗党の出身で新選組では筆頭局長の立場にある。第一章、芹沢誅殺。皆も知っての通り、芹沢先生の悪行三昧には目を覆いたくなるものがある。大和屋の一件はシャレにならなかったもんな。金貸さないから大砲でドカーンだぜ。そのせいで市政では攘夷派浪士よりもむしろ我々の方を蔑む声が大きくなってきています。獅子身中の虫、やがては腹渡を食いちぎるやもしれぬ。切ろうぜ近藤さん、切っちまえば全て解決だ。総司、芹沢先生は
僕らを会津藩に紹介してくれて、今の新選組を立ち上げた恩がある人です。でもだからってあの人の悪事は許せない。指導不覚悟で切腹を命じるべきです。だが素直に応じるような性根でもあるまい。近藤さん、そろそろ腹をくくろうじゃないか。ああ、今宵芹沢先生、いや極悪人芹沢鴨を中殺する。遅れを取るな。原田君と長倉君が裏手に回った。東堂斎藤の両名も野詰として控えている。芹沢は奥の寝室で寝ているはずだが、周囲には新見、平山といった手だれがいる。気をつけろよ、掃除。分かってるよ、俊兄。その呼び方はやめろと言ったはずだ。行くぞ。うん。何者だ。もう終わりだ。Right.
何だ。敵が残ろうを知らねえか。やれ。平山は連続攻撃を使う。気をつけろ。なめ。なに。
それはいつでも行くぞ。うわっ、新見の居合は凄まじい速さだ。注意しろよ。本気で行くぞ。ここ。どうしたんだ。
何者だ。カモと知っての狼藉か。セリザーカモ、指導不覚悟により死んでもらう。誰かと思えば沖田の小僧か。笑わせてくれるわ。何が指導不覚悟だ。か弱い町の人たちを泣かせて、あんたは何の痛みも感じないのか。商人なんぞわしら侍にたかるのみよ。泣こうがわめこうが知ったことか。この下道、僕はお前を絶対許さない。してくれるわ。小僧、
かかってこい。芹沢の剛力は危険だ。あの鉄線をよく見ろ。まだまだ行くぞ。そっちに行くよ。わかった。こんな小僧に。